違ってるかもしれないというのでちゃんと見てました。で、まずやっぱ大事なのは公開情報をちゃんと見るべきです。つまりコラボ側陣営から出てきた書類は全部名称としてます。で、ひまぞらあかねさんから出てきた書類は全部名称してます。はい。ただ私から言わせてもらうと、コラボ側から資料が出てきたにもかかわらず、なんでお前ら自分で不正会計をまあ主張しとんねんっていうのはちょっとイラッとしますけど、まあアホかとか思いながら見てるんですけども、はい、そこだけ注意してくださいということですね。はい、よろしいでしょうか。はい、ね、いいことをやっている団体にはすぐにね、お金が集まってきますが、そこには必ず悪い人が集まってくるんでご注意ください。それでは本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。